B ・ーパーマー・ベアトリス・氏、B ・パーマーは、アメリカ合衆国入りの一種シ,シカゴ生まれの歌手、ダンサー。ブロンドの髪、青い瞳で、白人女性として、理想的な風貌を持っていたとされる。パーマーは、まず、1910年代後半の、シミー・ダンスの最初の代表的ダンサーの一人として、注目を集めた。シミイに関して彼女は、メイウェストのライバルとされ、 またそれ以上の工業上の成功を収めていた。彼女は、シミーの創始者として言及されることもあるが、当時から自分が創始者だと主張する者は他にも何人もいた。1918年には、ジーグフェルド・フォリーズに初出演し、I want to learn to jazz dance を披露している。彼女は、エメット・ハーディー、レオン・ロポロ、サント・ペコララ有名ミュージシャンたちを擁した初期の、 ジャズバンドと一緒に各地を巡業をしたが、バンドの一員で、ピアニスト、ソングライターだったアルシーゲルと、彼女は結婚した。このバンドは、B、パーマーのニューオリンズリズムキングスと称した。その後、パーマーと別れて、活動を続けたリズムキングスは、メンバーを入れ替えながら、さらに大きな名声を博すようになっていった。1921年には、 ボクシングのチャンピオンだったジャック・デンプシーとの関係が噂され、スキャンダルとなり、訴訟も起こされた。彼女は、ポピュラー音楽のスタンダード曲、噂はやめてねの共作者としてクレジットされている。彼女は、その活動時期には発表されなかった録音をいくつか残しており、その中には、フランキー・トランバーガーとのセッションもあった。試験的にプレスされたマスターが残っていたおかげで、 この音源は1990年代から2000年代にかけて発表された。1929年に彼女が録音したシンギン・ザ・ブルーズはこの曲をいち早く吹き込んでいたビックス・バイダーベックやフランキー・トランバウアーのソロの旋律に歌詞を載せたものでボーカリーズの先駆的な試みだったと考えられている。ありがとうございます。